到来なら戦略が。なんだこいつ。違う。人の形をしているが、人間とは別の。お主は、はあ、もういや。なんで僕の時ばっかり。めんどくさいな。お前、帰ってくれない？さっきもやったばかりでさ。お前ら人間を見つけたら捕らえなきゃいけないんだよ。今日は僕が。人間を、戦薬にするためか。はあ、あれ、再生能力と体育に見合わぬ力とスピード、こいつが例の。また首。忍法非暴手。また殺しちゃったか。持って帰れば質のいい炭になったろうに。今更だが、お主が天仙様か。そういうお前は人間なのか。何なんだその頑丈さ。さっきもかなりしぶといやつがいたけど、お前みたいなのはここ数百年で初めてだ。戦薬はどこだ。打撃斬撃はほぼ無効と考えた方がいいだろう。その上腕力も赤く、打ち合いで消耗戦になっては危険だ。何か攻略法を見つけんと。不死者、非暴死は無効だった。他の選択肢まだ試していない。何か、なんだこの手応え。この反応、明らかに今までと違う。なんだ、何が効いたんだ。また女に戻った。その身体能力、お前無自覚だろうが多分。いや、どうでもいいか。お前ムカつく。死ね。なんだこれは。風圧ではない、衝撃が体内に響くような。別種の未知の力。カードが無意味回避。見え、攻略法などあるのか。そんなもの必要ない。何があろうと立ち止まるわけにはいかん。妻の元に帰るために。何が何でも生きて帰る。目鼻がもげても生きて帰る。死んでも生きて帰る。再生するならそれを上回るスピードで破壊する。
ぜ死んでないのだろう。答えろ。戦薬はどこにある。どうしよう、また怒られる、あいつにまた。初めてじゃなかろう。ならば今までと同じ分析し対処する。そうすれば何か悪い夢でも見ましたか？ああ。そうか。夢か。よかった。やはり悪夢を見てたのですね。ここのところお忙しそうでしたし、今日くらい休養なさってはどうですか？このお茶です。悪夢を払う効用があると聞いて。あら、菊はお嫌いでしたか？いや、本当に良かったと思って。これが夢だとしても君と話せたことが嬉しくて。ん？何をおっしゃってるの？ごめん、もしかしたら帰れないかも。麦の鉄則その20、万が一死に瀕すれば命の炎を振り絞り敵に最大限の被害を与えてから死ぬべし。まあ覚えんでいい、本能でそうなるようお前たちを訓練したからな。死の際になれば反射的に相打ちを狙う、意志とは関係なくな。もしかしたら。
メイ、何のつもりだ。